今回はヤンデレなスレ主が立てたスレを紹介していきます。まずは、2010年1月に立ったこちらのスレからご紹介していきます。ヤンデレってよく言われるけど何か質問ある？立つか？スレたいだけで勃起するほど上級者じゃないんで。お、立った。初スレ立てなんでお手柔らかに。友達もいないのに誰に言われてるの？友達少ないのはガチわらわらわら。彼氏にのめり込みすぎて大学行ってないわらわらわら。タイトルのせいか、初っ端からスレ主に対して風当たり強めですね。スレ主はどんなヤンデレなのでしょうか？鬼電鬼メール、携帯 PC チェックは当たり前。女友達とほとんど関係断ち切らせた。彼氏が自分と付き合う前にやった女に電話してブチギレ。残念ながらセクロス中は M だから、首絞めたことがあるくらいしか面白いことは。やべえ、首絞められたい。喧嘩して2回くらい絞めただけだけどね。絞め方悪いのか、落ちる前に吐きそうになっちゃうんだよね。何より彼氏の苦しそうな顔見ると、かわいそうで殺したいけど殺せない。冷たい手を肌に当てた時の嫌そうなリアクションとか、ふ、出してる時の苦しそうな顔とかは好きなんだけど。彼女の頭がおかしくなって俺もおかしくなって、気がついて起きたら頭から血を流してて、どうやらコンクリートの壁に頭打ち続けてて、彼女に聞いたら、これでやっと寝れるって言いながら寝てたって言われた。なんだよそれ、ヤンデレ好きだ？どうぞどうぞもらってやってください。自分がヤンデレらしいから同族性は無理わらわらわら。でもこっちがヤンデると向こうもやむよね。私と付き合い始めてから、彼氏体調悪くするわ DV 男になるわ。今日に至っては自分の考えてることがわからない、とか言い出した。ヤンデレと付き合いたい。彼氏もビッパーなんだけど、そういうスレとか書き込み見るたび、そんないいもんじゃねえよって言ってるから、やめた方がいいと思う。実際に経験すると大迷惑だよな。怖いっ使うぜ。だよねやっぱうざいよね。直したいわ。いい子になって好かれたいっす。ヤンデレ本人やヤンデレと付き合ったことがある人、ヤンデレに憧れる人が次々に集まってきました。楽しそうに談笑していますが、内容はよっとするコメントが多いです。自称ツンデレとかヤンデレとかは、ものすごく痛い子にしか見えない。実際とてつもなく痛いです。でもメンヘラって自称したくないという微妙なプライド。それぐらい誰かに思われているよ畜生。でも彼氏は結構大変そうだよ。てかそれくらい誰かを思うこっちも結構つれえよ畜生。話聞いててキュンってくるんだが、もう俺終わっとる。嬉しい、ほんとすごい嬉しい。ありがとう。ヤンデレ好きな俺はもう病院行ってきます。俺も病院行った方がいいんだろうか。マジヤンデレ好きだ。一緒に行こう。うざい女だな。うざい疲れためんどくさい。言われ慣れたわらわらわら。ちょっと涙目だけどねわらわらわら。はぁ、あ、一日中ストーキングされて、夜キスした後首絞められながら愛してるって言われて。そんなのいくらでもしてあげるのに。部屋の中でもずっと後ろから抱きついてひっついてるもん。いいなぁ、47みたいな彼氏。そもそもヤンデレなんてかまってちゃんから来るものじゃないのかと。かまってちゃんでいいんだよ、かまいたいんだから。あなたが神か。かまってください。彼女さんは幸せだね。今の彼女はスクリーンの中だけどね。重いって言われるのはデフォ。私は昔、髪の上に彼氏がいたよ。いつか出てきてくれるから大丈夫。でも俺だとむしろ俺からひっつきに行っちゃう気がするわわらわらわら。俺自身も相当ヤンデレ気質だからなわら。それを超えるヤンデレじゃないとヤンデレを感じない。それはそれで嬉しい。ああ、ひっつかれてみたいわ。どうやったらそんな好かれるんだろうね。整形しよっかな。彼氏止めないしわらわらわら。もっと可愛くなるならそれでいいじゃんとか言うわらわらわら。そのままでいいとは言ってくれないわらっぺわらわらわら。変わった性質の女性スレ主のスレおなじみの、俺は分かってあげられるぜというスレ民の自己アピールが続く中、話題はスレ主がどの程度ヤンデレなのか、どんな性癖なのかということについて質問が投げかけられます。別にしろと言ってるわけではないが、浮気はできる？できるよ、自分には甘いから。一回別れたのも他に好きな人できたからだし。てか彼氏でかけちゃった。テスト期間だから資料もらいに行ったって。行ってきますのキスすればよかった。そっけなくてつまんない。どうやらスレ主は彼氏の部屋のパソコンからスレを立てているようです。彼氏以外とやったことはあるの？一回別れた時期があったんでその時に何人かとやったよ。でも彼氏のせ、素が一番良かった。こういうやつって自分がおかしいことを誇りにしてるから痛いよね。否めない。正直、絶プされたいみたいな破滅願望はありますか？絶プされてみなかっこ特に彼の気を引きたい、同情されたい、守られたいとは思う。でもね、プはなぁ、どうだろう、そういうプレイは大好き。自称ヤンデレなだけあって特殊な思考をしています。自称ヤンデレのスレ主に対して、スレ民が不安を煽り、ヤンデレを発動させるよう試みます。彼氏に浮気されたらどうする？さすって本人には言ってあるけど、いざそうなったらなんだかんだ許しちゃうと思う。でも相手の女のところに乗り込むくらいはするかも。彼氏に何かされても怒りは相手の女に向かって、彼氏には悲しいとか苦しいとか、そういう感情を抱くんだよね。いつもはあなたを愛してくれる唇で、あなた以外の女性に愛を囁き、あなたを満たしてくれるその弾痕を、あなたの知らない女性の陰部に突き立てているのに。想像したら涙出てきた。二人とも殺して私も死にたい。てか過去にも嫉妬して昔の携帯壊したり、発狂するくらいだから、浮気されたら、殺す殺さないの前に壊れそうだわ。
彼氏が今も昔も浮気していないなんて保証はあるのでしょうか。あなたが知らないだけでは、彼氏の他の女を、あなたはその中の一人かも。あんま煽るな、わらわらわら、彼氏が死ぬ、わらわらわら。ぶっちゃけ昔の浮気は少し疑ってるけど、確かめようないし、嫌われたくないから問い詰めないことにしてる。現在進行形だったら絶対してない。なぜなら四六時中一緒にいるから、わらわらわら。彼氏が浮気しているってわかっているのに、その事実を見ようとしていないだけじゃないのかい？気づこうとしていないだけで、本能は気づいている。だから、現実から逃避するためメンヘラを演出している。彼氏は君なんて見てないよ。スレミンの根拠のない煽りに、だんだんとスレ主は不安になっていきます。そうなのかな。でも言われてみれば怪しいところがないわけじゃないし、そもそも彼氏のこと根底で信じられてない。私のこと見てないっていうのは当たってる。どうしたらいいんだろ。もうすぐ彼氏帰ってきちゃう。不安になってきた。ただ好きでいてほしいだけなのに、おかしくなりそう。君はどうしたいんだい？本当はもう気づいているんじゃないのかい？本当の自分に。解放してみなよ、自分を。彼氏を自分だけのものにしたい。でもどうすればいいかわかんない。全部壊す勇気も出ないよ。まあ、正直言うと君を壊してみたいだけ。なんかいじめたくなったから壊そうと思っちゃった。どうでもいいけど壊されたい。この後もしばらくスレ主をいじめる投稿は続きましたが、話題は違う方向に。このまま続いていたらスレミンのせいで、彼氏さんは刺されていたかもしれませんね。誰に似てるって言われる？結城真央って何度か言われたけど自分じゃあんまり。あとメガネかけるとトミフェブとか。結城真央にトミフェブ、わらわらわら、可愛いじゃないか、わらわらわら、結婚してくれ、わらわらわら。の劣化バージョンだからね、わらわらわら。結婚してください、わらわらわら。可愛い系のヤンデレに好かれたい。一は美人系、可愛い系。メイクによってだいぶ違うと思う。すっぴんは童顔かな。わがままを、ほっぱゆくしてよ。伸びが悪いからやだ。メイドコスした時の画像ならちょっと考える。じゃあメイドコスをうくするんだ。それから結婚しよう。うくしたいけど彼氏が勉強中、わらわらわら。今休憩中だから PC いじれてるけど、もうすぐ起きちゃう、わらわらわら。でも結婚はしたいです、わらわらわら。自分に自信がない人は魅力がないから相手が離れてく。相手が離れていくから自分にもっと自信がなくなる。イコー無限ループ。分かっちゃいるけどやめられないってやつですね、わかります。そうなんだよね。負の連鎖っていうかなんていうか。君は本当に彼氏が好きなのかい？そう思い込もうとしているのでは？本当に彼氏はあなたを好きでいるのでしょうか？考えてみてください。あなたの一方的な恋心が重いのかもしれません。好きなのか依存なのか最近よくわかんない。彼氏も私のこと好きっていうよりは、責任感とか義務感で一緒にいてくれてるんだと思う。だって性欲強い以外いいことないし、しかも最近セクロス疲れしてるし彼氏。なんでもいいから好きなこと見つけて一生懸命続ければいいぬ。趣味でも料理でもスポーツでも、一つやり遂げるごとに自分を褒めると自信につながるぬ。来月から半同棲だからお料理教室とか通うかな。あと体型維持も兼ねてジム通ってみたい。なんかやる気出てきた。痛かろうがキモかろうがなんだろうが構うの好きだし、構われるのが好きなものは仕方ないよな。そうなんだよね、どうしようもない。こうやって開き直るから治らないんだろうけど。以上です。続いては、2008年3月に建てられたスレで、こちらも女性スレ主です。17女。元メイドカフェでメイド。メンヘラ。オタク。恋人曰く、楓と琴の葉を足して2で割った感じ。世話好きなので、恋人にご飯作ったり外案内したり色々してます。スイッチ入ると人格変わっちゃいます、しょぼーん。心療内科通ってます。今回のスレ主は情報型気味です。ここで言う楓とはシャックル、の不要楓で、琴の葉とは桂琴の葉というスクールデイズのキャラクターのことです。このスレ内の会話の大半が、一人のスレミンとのやりとりになっています。冒頭から書き込みがあるため、その流れをまとめてご紹介します。俺にもご飯作ってください。ちょっとでも浮気になっちゃうんで恋人以外には作りませんわら。けどメイド時代の名残か、何でもいいって言われるとついついオムライス作る癖があります。オムライスにケチャップで字を書いて、僕でぐちゃぐちゃにして照れながら笑顔で持ってきてくれるような彼女が欲しい。私が作ったオムライス食べながら携帯で知らない女の歌聞いてた彼を見た時は、にっこり笑顔でオムライスぐちゃぐちゃしようか迷いました。ああ、そこは泣いてください。オムライスぐちゃぐちゃは怒りからじゃなくて愛情からにしましょう。好きすぎてはしゃきすぎて気がついたらぐちゃぐちゃです。でもそんなことにも気づかずに、見せて笑ってぐちゃぐちゃオムライスを差し出し、それに絶対している彼氏にさらに照れちゃうんです。ヤンデレ彼女欲しい。あ、ぐちゃぐちゃは結局やってませんからわら。最終的には泣きながら、私だけ見て、私だけよ、他のどうでも良い女の曲なんて聞いてんじゃないわよ、って叫びました。彼は謝って私を慰めたのでOK。そうですか、ぐちゃぐちゃなしで泣いて切れましたか、可愛いです。好調は怒りからですか、はじめ怒りでも終わり愛情ならOK。要はヤンデレさんからの愛情萌えです。あ、ありがとうございますわら。本当は彼の携帯へし折って投げたりもしようかと考えたのですが、その前に涙が溢れてきて、包丁とかで相手を傷つけようとするのは、怒りや愛情の感情が大きすぎてコントロールできなくなっちゃうからなんです。
後々冷静になると自分が嫌になったりもしますよ。よく意見交換とかして理解を深めているので、自分は今のところ狂気に手を出すまでには言っていませんが、自分、パニック障害あるんで感情のコントロールとか苦手なんですよね。感情のコントロールがつかない、そこがヤンデレさんの可愛いところです。だけど悩んでいるようなので心配であります。本当ですか、わらわらわらありがとうございます。そういう言葉で救われますわら。自分では良いことや悪いこと、よくわかってるんです。でも理想の自分にはなってくれなくて、スイッチ入るとおかしくなります。故障。一応年頃の女の子なんで私に関わらず皆悩みはあると思いますよ。わらご心配ありがとうございます。救われますか、よかったです。でもヤンデレのスイッチが入ってしまうところが可愛くて仕方ありません。そうですか、女の子は悩みがいっぱいですね。了解です。頑張ってください。ヤンデレさんは恋人の人間のちょっとした仕草でも切れてしまうことはありますか？はい、ありがとうございますわら。普段はただの変わった子って感じなんですが、やっぱスイッチ入るとモードが変わっちゃうんですよね。自分でもかなりコントロールに苦しんでるんで、そんな性格を可愛いと言ってもらえるのが嬉しいです。頑張りますね。ちょっとした仕草で切れることはないですわら。ただ、彼にずっとテレビゲームとかされてると病んできます。そうなんですか。いえいえ、可愛いは本当のことですし正義ですから。ヤンデレさんは絶望と怒りどちらが先に来るんですか？今までで一番レベルの高いヤンデレ行動は何ですか？嬉しいですわら。そうですねー、最初に猛烈な怒りが込み上げてきてスイッチ入ります。それから絶望感やら色々ですね。今までで、基本病んだ時は無表情は睨みつけてブツブツ何か繰り返すので、今までどんなことをしたのかどんなことを言ったのかよく覚えてないんですしょぼーん。闇モード入ると覚醒状態になるんで、後であまり詳しくは思い出せないんですよねー。安定剤飲んでるんで最近行動は落ち着いてますが、無意識なんですね、ヤンデレさん、可愛い、しみじみそう思いました。薬で落ち着いていますか？頑張ってくださいね。ヤンデレさんは世界で一番何が好きですか？そうなんですよね、しょぼーん。彼氏が何気なく女友達の話題しだしたら、私はその瞬間から無言ですごい病んだ顔してたりします。自分ではあまり自覚なかったりするんですが、彼に言われて気づく感じです。薬は飲んだからといって元気になるわけじゃないんですが、嫌な妄想や脅迫観念が落ち着くので服用しています。頑張ります、わらわらわら。世界で一番恋人が好きですわら。不器用な彼のお世話をするのが何より生きがいですからわら。私はメンヘラになってから色々なものを失いましたが、彼がいてくれさえすればそれだけでOKです。ちなみに、彼氏が過去に女性と交際したことがある場合、その過去は全て無理やりにでも抹消しなければならない。初めて好きになった女の子は私、初めて付き合ったのも私、初めてできた心を許せる相手も私、全部私ってことにしてくれないとダメ。過去の女の話題が一瞬でも出れば崩壊します。過去の女にも彼にも憎しみが湧いて二人とも殺してやりたくなります。こんな激しく左右する感情の中生活していると、体重が10キロ以上前後するのを繰り返します。そうなんですか。お薬や色々なもので心や体を守るんですね。全部が私、なるほど。ヤンデレさん、大丈夫です。あなたなら幸せになれます。きっと、ヤンデレさんは、恋人の人間を傷つけてしまおうと狂気を握ることがあるかと思いますが、事象はないのですか？例えば彼に嫌われたら彼の嫌いなものは抹消する。彼が私の指を嫌いだからこんな指いらない。など。そうなんです。ありがとうございますわら、こんな私でも幸せになりたい気持ちはあるんで、頑張ってますわらわら。彼が一人になると自傷したりするタイプなんで私まで彼のこと傷つけたら、と考えるとやっぱ狂気は逃げれません。もちろん、他の女の子のことばっか言ってきたり浮気したりしたら切りつけますが、私はなんとか自傷はしないようにしています。以前パニック発作を起こした時、壁に何度も頭をぶつけましたがどんどん惨めになるだけだったので、それに私が自傷をしたら彼が悲しみます。私が彼の世話を生きがいとするように、彼も私を守ることを生きがいとしてくれてるからです。けれど私を必要としてくれる人、私が必要とする人がいなくなったら自分は死んでしまいたいとは思います。しょぼーん。なるほど、リアルヤンデレがよくわかりました。わかってもらえてよかったですわら。はい、二次元のヤンデレとはやっぱり違うんですね。なんだか急に悲しくなってきました。人それぞれですよわら。二次元のヤンデレキャラにめちゃくちゃ近い人もいますし、でも皆一見普通の女の子なんです。覚醒すると変貌するんで付き合ってみないと多分わかりません。そうなんですか、脳みそがガクガクブルブルであります。見た目でわかるところはありませんか？そんなに怖がらないでくださいしょぼーん。見た目は、多分おとなしめの子が多いかもしれませんね。それ以外はやはり付き合ってみないとわからないんじゃないですかねー。浮気とかされたら包丁投げますが浮気されない限り安全ですわら。二次元かっこエロゲとかへの浮気は全然OK。包丁投げられた時怖かったです。だけどその後の彼女の顔見たらやっぱり愛しく感じます。二次元も良いですが三次元も良いですよ。包丁投げたりするのは怒りの感情が抑えきれないからです。愛しすぎて攻撃しちゃうというか、そういうのに理解ある方には感謝ですわら。彼氏と24時間二人きりでいられる仕事があったら幸せだと思いませんか？それと、二次元キャラに対してはどれくらい嫉妬しますか？幸せですねーわら。
けど忙しくてなかなか会えなくて、やっと会えたりすると幸せ倍増なのでそれでも良いですわら。一緒にいられない間はできれば24時間監視してたいですが、二次元キャラには一切嫉妬しませんわら。なぜなら私はアニメやエロゲの女の子が大好きで笑い、終始スレ主を全肯定し続けたスレミンでした。ここから、他のスレミンからの質問もご紹介していきます。車には嫉妬しますか？車に嫉妬はしないです。彼氏が愛車に愛情とお金を注いでも大丈夫なんですね。私より車が一番と言われたらそれは切れますね。私にケチで車にお金注ぐのは困ります。そういう趣味も鉄道をわきまえればありなのですね。私もコスプレという大切な趣味がありますし、彼の趣味まで奪う気にはなりませんわら。何より彼女を見てくれればOK。コスプレイベントに一緒に行ったりしたら、他の女性レイヤーさんへの視線には注意しないといけないですか？私の場合は自分がレイヤーなので、他のレイヤーの子たちを仲間だと思っています。なので彼氏が他の女性レイヤーさんを凝視してたりしても気になりません。あのコスが好みなのかなと思う程度です。ただ普段一緒に歩いてる時に他の女の子眺めてたらスイッチ入りますねわら。なるほど、とても参考になります。ありがとうございます。どういたしましてですわら。私はコスプレイヤーを 2.5 次元として見ているので3次元の女の子と違って嫉妬とかないんですよわら。メイド喫茶の店員さんは女の子同士で目で合っているとか、触ってきたりする子がいるって本当？あっても不思議じゃないですねわら。私の働いていたところは裏がちょっとゴタゴタしていて、メイドの入れ替わりが激しかったんでそういうことはありませんでしたが。まあ、私はお客さんかっこ女の子よく口説いてましたがわらわらわら。ここまで、ヤンデレ、コスプレイヤー、元メイドカフェ店員という多彩な顔を持つスレ主に質問が寄せられてきましたが、一人のスレミンがスレ主の批判を始めます。それにより、スレ内の雲行きは急に暗くなっていきます。何この、かまってちゃん、うぜえ。みんなヤンデレヤンデレって持ち上げるけどさ、現実のヤンデレってただの精神病患者じゃん。楓やことの葉様が魅力的なのはあくまで二次元だからだろ。自分でヤンデレだとか人格変わるとか言ってるやつほど自意識過剰。周りから気にしてほしいただのクズ。一って何か変なもの見ただけで霊能力があるとか言うだろ。まあ将来は明るくないだろう。それは人それぞれだろう。どんなに可愛くて性格良くても三次元は無理ってやつもいるし。少なくとも色仕掛けで男を散々振り回して貢がせて飽きたら恋するような女よりも、たとえ病的にでも一途に愛してくれる女性の方に好感を持つオタクは多いはずだ。確かに楓やことの葉が魅力的なのは虹だからです。虹の女の子は何をしても本当に可愛いですからわら。周りから気にしてほしいとは思いませんねー。誰も相手にしてくれなくなっても良いんで、とにかく恋人にだけは気にしてほしいです。よく疲れて目が霞んでいると変なもの見えたりはしますが、全て精神から来るものだとわかっているので、幽霊は昔から 100% 信じないので霊能力はないですね。おっしゃる通り、恋人のことが好きすぎて闇闇になってしまうのでかなり一途だとは思います。確かに街でナンパしてくる人の大半はオタクっぽい人ですし。一さんは平気そうだけど、リアルに病んでる人は病んでる萌えに対して怒りみたいなのを感じないの？自分が病院通ったりしてるのに、燃えるよなわらとか超楽観的に言われたら腹立たない？一ヶ月前まで、ツンデレはリアルでもよくあるけどさ、病んでるとかやばいだろ、病んでることに燃えるとか日本の将来マジ不安だよとか言ってたのに。今では、湯の可愛いわらとか思ってる俺はどうしたらいいんでしょうか。ここで言う湯の葉、未来日記というアニメのヒロインです。リアルにヤンデル子たちはあまりヤンデレの存在自体を知らないかもしれませんね。皆が知ったら、ヤンデルとこが可愛いって言われて怒る子たちがいるかもしれません。私の場合は別に言われても嬉しくなっちゃうくらいですが、可愛いから一生ヤンダままで良いって言われたらへこみますね。病みまくってる自分に苦労してますから、将来はなんとかデレだけに戻りたいですし、笑い。彼氏いるならなんでこんなすれ立ててんの？結局構ってほしいんでしょ、違うの？彼氏には私のこと第一に考えてほしいとか言って、ここでは私ヤンデレだとか意味わかんないよ。あとこれはあなたに対してのことで、普段からこんな偏った考え方持ってるわけじゃないから、あしからず。ヤンデレの心情や元メイドについて知りたい方がいるかもしれないと思って立てたスレです。興味がないのでしたら抽象せず書き込まないでください。いや、要はかまってちゃんだろ。都合悪いことは抽象やめてで終わらせようなんて考え方どうなの？そう思うのでしたらそれで結構です。そもそも叩きや抽象を目的とした板でなくヤンデレメンヘラメイド関連の質疑応答を目的とした板ですので抽象はお断りです。これ以上目的の話題をそれるようでしたらスレを打ち切ることにします。打ち切ってくれて構いませんが、誰かに引き止めてもらいたいの？ここでスレ打ち切ります。と、ここでスレ主は戻ってこなくなりました。ラストは2008年3月に建てられたスレです。ヤンデレだけど何か質問ある？通報されない程度に答えます。ヤンデレって何？こういうことらしい。と、ウィキのリンクを貼りスレ主がヤンデレの説明をします。女の子は少しヤンデルぐらいがちょうどいい。今回のスレ主は今までのスレとは違い切り返しがサバサバしています。どのようなヤンデレなのでしょうか？好きです。付き合ってくれなきゃリストカット。みたいな。それも含まれると思う。自分の場合は付き合ってから一気に病んでいく感じだけど。どういう時にどういう気持ちになるの？まず状況だけでも指定してほしい。答えにくい。ですのびないねしょぼーん。伸びないねしょぼーん。
立てる時間を誤ったな。そうみたいだね。でも真っ昼間に立てるジャンルでもないかなと。この時時刻は深夜1時近く、このジャンルであればこの時間が妥当な気もしますが、この後も少数の間で質問がなされていきます。ヤンカデレの比率について。比率、ヤン3デレ7、ぐらい。でも闇方が悪化していくから、表現する割合少なくてもそれだけって、イメージになるみたい。ともかくまずはスペックだ。スペックか。通報の材料にはならないように。25歳メス。身長158センチ。体重ぽっちゃりということでおるつ。あとなんか必要なのってある？美しそうな体型ですね。Cカップであるということぐらいは主張させてほしいおるつ。好きな人と別れるってことになると相手を殺して自分も死ぬとか思ったりするの？偏見。その時の別れる理由にもよるけど、普通にそれは思う。マジか。そこまで惚れられたいような気もするけど。でも別れたくなってから言われたらゾッとしない？別れたいなんて思う機会がねえよ、わらわらわら。ちょっと嫉妬深い、とか、メール遅いと怒るってレベルの執着じゃないから。執着されるのが常に幸せと感じれる人ならぜひ付き合いたいくらいわら。ああ、あんまり気にしないな。でも刃物振り回すのはやめた方が。常に刃物は隠すべき。あとタオルハンカチも常備じゃないかな。舌を噛み切らせないように突っ込まないと。スレ主と付き合う時の注意点が、まるで諜報員を捕まえた時のそれのようです。危ない時は常に刃物に頼ろうとするから。舌はまあ、噛み切るぞっていうだけなんだけどね。突っ込むぐらいしないと安心できないっしょ。舌は痛いからほんとやめた方が。デレもちゃんとあるんだよね。やんだけなんてことないよね。デレあるよもちろん。服とか好みも頑張って着てみちゃうし、手料理も頑張ってみたりする。わかった、要はやんの状態にさせなければいいのか。それが最強だと思う。むしろそうコントロールしてほしいわら。でも友達と遊びに行った時の会話まで教えろって言われたらうんざりしないかな。そんな一緒に遊びに行く友達いないからオールオッケーだな。オルツ。監禁フラグ。監禁、逆に考えるんだ。彼女と二人きりになれる、かつ邪魔が入らないと考えるんだ。あれ、俺病んでるんじゃね？監禁するとさらに支配欲が強くなるわな。思考の自由さえ奪われるぞわら。寝て起きてやって愛してるって言わされるの繰り返し。寝て起きてやって愛してるって言わされるの繰り返し。そんな生活してみたいなぁ、と思ったあたり俺も重症か。まあいつかは行き詰まって心中しかないんじゃね？と、最近は冷静な考えも出てきた。今彼氏は？いますよ。実際にそんな生活すると男側は死の淵をさまようことになるんだぜ。確かにそうだよね。本当にそういう考えにすぐ脳みそを丸洗いしたいです。そこまで愛されてみたいね。二次元&想像と三次元じゃ違いすぎるよ。今もかなりソフトなことしか書いてない。真実を書くと通報されるわらわらわら。とりあえず彼の指を折ったりとかしてないよな。回想してみたけどないよ。通報をやたらと気にしているスレ主、この質問に対して即答じゃないところに不安が残りますね。そもそもやむきっかけって何なんだ？気に触ったらすまん。きっかけか。多分性格というか人格の本質的なとこがおかしいんじゃないかな。恋愛も生き方も正解ってないから、誰も教えてくれないでしょ。教えてもらえることなら昔は何でもこなせてた気がするけど、そういうのにぶつかってから、人生に失望したかな。それに気づいてからおかしくなった気もする。明確な答えじゃなくてごめんね。それか、質問の意味間違えてるかも。ポンクス、俺も正解があるなら教えてほしいわいろいろと、ってふん。どんな性格でも老いたちでも、悩みは尽きないよね。頑張っていこう。頑張るか。ああ、ほんと束縛されるほど愛されていな、もう。いやいやあまりな束縛はあれだけど。ヤンデレじゃない素敵な彼女に愛されますように。ヤンデレな彼女もいいかな、と、このスレのおかげで思ってきました。どう考えてもよくないだろ、JK。携帯見せっこしよ、ぐらいからおかしくなってくるんだぜ。見せたところでメルマガしかメール来てないし、OKOK わらわらわら。あれ、やっぱり俺ヤンデル？ちょわらわらわらどんだけヤンデレが安心できる男なんだわら。人としてはダメっぽいけどなわらわらわら。もっと早く出会いたかったです。なんてね。このスレミンのような恋愛感がお好みの方はヤンデレを狙ってみるといいかもしれません。自称ヤンデレってキモいわらわらわら可愛いとでも思ってんのか？どうせピザブスだろうけどわらわらわらさっさとポテチ食って寝ろ。可愛いとは思わない。ポテチは昨日食べた。息は何か治療とかしてんの？去年あたりはさすがに日常生活きつくて通院してた。今は薬とか飲んでない。ある程度は自分でコントロールできてるボイ。そういえばヤンデレってセクロスも強要するようになるのか？私の場合は性欲強いタイプなので、G するぐらいなら抱いてっていうぐらいプライドないなオルツ。ヤンデレの彼女を持つ彼氏が羨ましいと思うぜわら。彼氏が仲良く他の女と喋ってたり、アドレス帳に他の女のアドレス入ってたら怒るの？怒る矢印消して矢印着信拒否にして、はテンプレ。喋るのも業務連絡まで、かな？あとは相手の表情とかから危ないか判断する。今までで一番怒ったエピソードを紹介してくれ。一番怒った。昔の彼氏が前カノと出かけてるのがメールで分かった時とかかな？私は怒るとちょっと叩いたりしちゃう格好さすがにグーパンチはしないがわら腕とか叩くって感じに。だけど、それを、かわいそうとか言われてて、あん時は切れたね。
私からしたら、前カノとは一切連絡してないはずがどういうこと？なんだけど、向こうからしたら、携帯見ることないって信用してたのに裏切られたっていう？アドレス帳の女性名に片っ端から伝達されたことならあるぞ。さすがに全部はめんどくさい。メールは全部消すべき。隠しフォルダなんか作っても、お泊まり矢印一晩かけてパス解除とかしちゃうし、言ってて怖いわ。彼女が精神的に不安定になった時に、彼氏が無言で深く抱擁するというアニメ的シチュアリアルでも女は喜ぶ&安心するのかな？人間の尊厳を傷つけられる言葉を吐かれようが暴れようが抱きしめてくれる？倫理的社会的な話よりも人間的に抱きしめちゃうかもしれん。俺は女の涙を見るのが一番心が痛む。本音はぐっとこらえておいた方がいい。言われるととことん甘えてカッコつけ込んでしまうから。あと、一回やっても、治るようなことじゃないから、そういう部分と、一生付き合っていけるなら、ぜひ嫁にもらってほしいわら。でも実際問題優しくするのって難しいことだぜ。口で言うのは簡単だけど、実行するのはなかなか難しい。本当にね、優しくするってなんだろうね。恋愛においては、やっぱり外関係出てくるとこあると思ってるし。一応会話はオブラートに包んで話すタイプなので大丈夫。まあ、何言ってもとことん突っ込んでくるんだけどね。いい加減にしろってため息一つつけないし、しんどいもんだよ。まあ、俺みたいに彼女の要求に散々答えた挙句振られたような奴もいるし、何が起きても大丈夫ってんならヤンデレ気味の彼女でも良いんじゃないの。散々要求して、つまらないとか飽きたとかいう奴って何なのって、好きだと思って付き合った人は振ったことない、はず。こっちの態度に切れて常に DV になってしまった人以外は、もういい時間だし、あんま忍びなかったけど今日はこれで終わりますね。ちょっと救われました。ありがとうございます。また時間できて気が向いたらすれ立てますね。以上です。意外に需要が高いヤンデレ女子ですが、それは命と隣り合わせのリスクもはらんでいるようですね。彼女たちが素敵な恋愛をして幸せになることを祈るばかりです。